ヘルミーネ・アマーリエ、マリー・フォン・アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルク・ホイムは、オーストリア皇族のハンガリー副王、ヨーゼフ・アントンの二番目の日。ヘルミーネは、アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルク・ホイム公、ビクトル二世とその日、アマーリエ・フォン・ナッサウ・バイルブルクの四人の娘たちの、うちの長女として生まれた。ヘルミーネは妹たちと一緒に、ホイムで育ち、高度な教育を授けられた。1812年に、 アンハルトベルンブルク・シャウムブルクホイム公家の男係が耐えると女子相続人であるヘルミーネは皇領の一部であるホルツアッペル伯領とシャウムブルクを与えられた。ヘルミーネは1815年8月30日オーストリア皇帝フランツ一世の弟でハンガリー副王を務めるヨーゼフ・アントン・大公と結婚した。 ヘルミーネは結婚当初まだ17歳だったのに対し、男やもめのヨーゼフ大公は39歳であった。ヘルミーネは19歳での初産で男女の双子を出産した際に急死し、アルチュート城の納骨堂に埋葬された。1819年、ヨーゼフ大公は、ヘルミーネの10枚マリアドロテア・フォンブルテンベルクを3度目の日に迎えた。ヘルミーネの子供たちは、 以下の二人である、ありがとうございます。